だいま、おじいちゃん。おお、二人とも無事に帰ってきて何よりじゃ。神の岩に雷が落ちたから怪我をしてないかみんなで心配しておったわい。頂上で何が起こったのじゃ。そのようなことがあったのか。まさに奇跡というほかあるまい。きっと神の岩に宿りし大地の精霊様が二人を守ってくださったのじゃろう。ところでエマよ、神の岩の頂上から何が見えたのかわしに教えてくれるかな。見渡す限りの海が見えたわ。お日様に照らされてキラキラしててね。あんな光景初めて見たわ。この世界ロトゼタシアがいかに広大かを石の村しか知らぬお主らも分かったようじゃな。お主らはまだまだ若い。もしかするとこの村を出て羽ばたく時が訪れるかもしれんからな。このロトゼタシアの広大さをわしは儀式を通じて二人に伝えたかったんじゃよ。さてそろそろ村に戻るとするかの。お前の母ペルラにも儀式を終えたことを教えてあげなさい。私たちも行きましょう。無事成人の儀式を終えたようだね。村中で噂になってるよ。うちの息子エマちゃんの足手まといにならなかったかい？全然。ねえペルラおば様聞いて、すごいのよ。神の岩の頂上でね、私たち魔物に襲われたの。私なんて崖から落ちそうになっちゃうし、本当にもうダメって思ったわ。でもね、その時あざがピカーって光って雷が魔物に直撃したの。まるで彼が雷を呼んだみたいに。なんだって？あざが光って魔物を退けた。そうかい、そんなことがあったんだね。考えないようにしていたけど、おじいちゃんが言っていた通り運命には抗えないのかね。ついにあのことを話す時が来たようだね。これを受け取りなさい。あんたが成人の儀式を終えたらその首飾りを渡すようおじいちゃんに頼まれててね。実は16年間村のみんなにも言わないで
ずっと黙ってたことがあるんだ。あんたはね、勇者の生まれ変わりなんだよ。勇者？勇者が何なのかわからないけど、あんたは大きな使命を背負ってるっておじいちゃんずっと言ってたわ。あんたが成人の儀式を終えたら、北の大国デルカダールに向かわせてほしい。そして王様にその首飾りを見せたとき、すべてが明らかになるだろうって。だからね、あんたは勇者の使命を果たすためこの村を出てデルカダールに行かなきゃいけないんだ。そんな。さあ、明日から当分会えなくなるわ。今夜お母さんがとびっきり美味しいご飯を作ってあげるからね。あら、あなたも眠れないのね。私もよ、なんだか眠れなくって。ねえ、この木覚えてる？子供の頃この木にスカーフを引っ掛けて私お泣きしたんだよね。でもあなたは何とかしようと村中を駆け回ってくれて。そういえば成人の儀式の前にも同じようなことがあったっけ。私ね、あなたはこの村でずっとみんなと穏やかに過ごしていくんだろうなって思ってたの。だから勇者の生まれ変わりだってペルラおば様から聞いた時はとても信じられなくてびっくりしちゃった。あのね、おじいちゃんから前にちょっとだけ聞いたことがあるの。遠い遠い昔、世界中が魔物に襲われて大変だった時、どこからともなく勇者が現れて世界を救ったんだって。そしてその後勇者は星になって今もこの世界を見守ってるらしいわ。ほら、あの星よ。あなたが勇者か。なんだか信じられないわ。でもデルカダールに行けば全てがわかるのよね。さあ、もう自分たちの家に帰りましょう。みんな心配しているわ。じゃあね。本当に立派になって、その姿おじいちゃんにも見せてあげたかったわ。
忘れちゃダメだよ。あんたは村で一番勇敢だったおじいちゃんの孫なんだからね。この先何が起きてもあんただったら乗り越えられるってお母さん信じてるわ。だから頑張ってくるんだよ。そうだわ、花向けとしてあんたの荷物の中にお金を入れておいたからね。デルカダール王国に向かう前に村の道具屋でしっかり旅立ちの準備をしていくんだよ。さあ村のみんなもあんたの旅立ちを見送ろうと集まってるわ。準備ができたらあんたも来るんだよ。こんなにも早く旅立ちの時が訪れるとはな。お主の祖父テオにもその勇姿を見せてやりたかったわい。テオがお主を拾って、いや連れてきたのは確か16年前じゃったの。ごく普通の子供だとばかり思っていたお主がまさか勇者の生まれ変わりとはの。勇者とは伝説の英雄、その昔大いなる闇を払い世界を救った人物と聞く。お主がそんな大それた人物の生まれ変わりだとは到底思えんが、まあテオが言うならそうなんじゃろうな。デルカダールの王様に会ったらくれぐれもこの村のことをよろしくな。勇者様を育てた村ということで王様から何か褒美がもらえるかもしれんからな。村長、そりゃはしたないですって。冗談じゃよ冗談。ともかくこの先お主にはわしらでは想像もつかぬような運命が待ち構えているかもしれん。故郷を離れ旅に出るお主にこのロトゼタシアの地図を授けよう。よしよし、この馬もお主に授けよう。村一番の器量よしの馬じゃぞ。村を出てまっすぐ北へ向かえばデルカダール王国じゃ。あんたは自慢の息子さ。辛いことがあってもくじけずに頑張ってくるんだよ。元気でしょ。
って。昨日あなたが旅立つって聞いて急いで作ったの。デルカダール王国は村を出て北にあるわ。村の外は魔物が出て危険だから、そのお守りをしっかり身につけていくのよ。どんな使命があるのか私にはわからないけど、どこにいてもこの村のこと忘れないでね。絶対に元気で帰ってきてね。お前さん、さては冒険初心者だな。何も知らねえまま旅をするなんて危険すぎる。この俺がいいことを教えてやるぜ。あそこに焚き火の跡が見えるだろう。焚き火の跡がある場所ではキャンプをしてゆっくり休んでいくことができるんだぜ。キャンプをしたいときは焚き火の跡を調べな。キャンプをしている間は夜になるから、憩いのひとときをのんびり楽しむといいぜ。何？こんな開けた場所で休んでいて魔物に襲われないのかって？安心しな。あそこに女神像があるだろう。あの女神像には神聖な力が宿っていて魔物を寄せつけねえんだ。それだけじゃねえ。あの女神像は町の教会と同じようにお祈りを聞いてくれたり毒の治療をしてくれたりするんだぜ。まあ習うより慣れろってやつだ。俺の話が終わったら早速焚き火の跡や女神像を調べてみるんだな。こんなキャンプ地は世界各地にあるからよ。新しい土地に行ったらまずはキャンプ地を見つけることをおすすめするぜ。最後にこの言葉を覚えておきな。旅にキャンプは欠かせねえ。キャンプを制する者は旅を制す。ってな。ほっ、お前さんに伝えたいことは以上だ。キャンプでわからないことがあったら俺に聞きな。ここでいつでも待ってるからよ。